幸せすぎる箱が再び我が家に届きました。何かがこちらをちらりと見ています。開けます。パカ、パカ、なんということだ。ちゃちゃまる、かもみ、モニカちゃんのぬいぐるみが届きました。開封します。はい、ジムです。本日もお布団の上から失礼します。本日のお布団は、なんと、ピカチュウ柄のお布団でございます。超ド派手です。でも可愛いから、包まれて寝てます。さあ、まず、ちゃちゃまるから開封していきましょうか。今は、ビニールに包まれて、封印されし物になっております。開けます。じゃん！ちょっと待って。思ったよりも、モコモコなんですけど、いや、羊のぬいぐるみってさ、どうやって表現するんだろうって思ってたんだけど、こう、後ろがよくわかるかな。モコモコ布を何枚もね、重ねることによって、さちゃまるの羊の毛をね、表現していると。で、さらにね、エビ。ちゃんとエビが、エビってるんですよね。このエビももちもちで、いい感じすぎる。からのちょんまげ。ちょんまげ切るか。散髪。可愛くないか。まあ、ちょっとね、ちょっとちゃちゃまるの顔って、こう、出っ張ってるから、ちょっと形がね、若干いびつに見えなくはないんだけど、まあ、こうやってちょっとムニムニしてあげてね、顔の形を整えてあげれば、可愛いな。そんなに気にならないし、目とかがちゃんとこう、ワッペになっていて、眉毛もね、ピンの眉毛もしっかりとしていると、的にはちょっとこうほっぺた潰した時の顔がたまらなく好きですね。で、横から見ても結構ちゃちゃまる。あ、なんかちょっと顎出てる、もしかして。ちょっとなんか顎出てる気がするけど、あ、気にしないと。この服のさ、謎の柄とかもしっかりと再現されていて、ちゃんと脱げないようにもなっているし、手もね、ちんまりと伸びてます。お尻、お尻は意外とくるっとしてますね。顔をさ、ずっと見れば見るほど愛おしさが増してくるような。ピエンのさ、眉毛の多分傾き加減が絶妙で、たまらなくずっと眺めたくなりますね。これはちょっとね、可愛すぎる。ジム人島に住むちゃちゃまるとも並べてみたような、そんなクオリティでございます。次、カモミちゃん。うわ、カモミちゃんもまさかさ、ぬいぐるみになるとは思わず、いや、もう本当に可愛い。やっぱ若干ちょっとね、くちばしの造形どう表現するんだろうと思ったら、まあ、少し歪みはあるかもしれないけど、いや大丈夫、心が綺麗な人にはまっすぐ見えるはず。いや、もう本当にね、可愛い。あ、頭のツルツル加減が薄すぎる。じゃ、ここ、ここの、トゥルトゥル。トゥルトゥル加減見てください。すごいトゥルトゥルすぎて、良いし。え、こっちのね、肌はトゥルトゥルなのに、ほっぺたはフェルト生地になっていて、質感が異なっていて、この子もほら、ほっぺをムニムニするのが、楽しい。可愛すぎる。あとさ、かもみちゃんの特徴である顔面の模様も、グラデーション調でしっかりとね、彩られていて、え、本当にクオリティ高い。あ、ちょっとスカートめっくりしてたね。ごめん、かもみちゃん。ずっとスカートめっくりしてたから、しっかりとね、ちょっと戻してあげて。待って、尻尾見て、尻尾。尻尾もさ、ちょーって。あ、癒しすぎる。たまらないね、たまらない尻尾すぎて、可愛いし。デフォルトの服のさ、リボンとかもしっかりと、本物のリボンで作られていて、いい。え、ちょっと一個やってみたいことあるんだけど、いい？尻尾。かもみちゃんに指を食べてもらうっていう、ちょっとなかなかできない体験をさせてもらいました。あ、食べられちゃう。あ、幸せ。変態みたいになってるな。あと、おててもね、ちゃちゃまるとさ、比べてさ、カモさんの広がりが表現されていて、素晴らしすぎる。なんかちょっとさ、くちばしがまあ歪んでるから、逆にずっと笑ってるように見えて、ずっとにこやかなカモミちゃんって感じがして可愛いですね。ジム人島の仲間がなんと二人も加わってくれました。からの、じゃん！モニカちゃん！サブ島無人無島に住んでるモニカちゃんも購入しちゃいました。ちょっと待って、モニカちゃんさ、美人すぎませんか？すごい顔がスラッとしてて、一番こう本物に近い再現度かもしれない。え、美人、惚れちゃう。みんな惚れちゃうんじゃない？ちゃちゃまるもかもみちゃんもね。しかもさ、特徴であるサングラスもフェルトでしっかりと作られていて、表面はシールみたいになってるのかな？これが逆にテカリをね、出してくれてますし。え、前髪、ちょ、前髪。チロン。
あ、ちょっと悪いことしちゃいましたが、前髪もフェルトでしっかりと作られております。あれか、口をキュッて閉じてるからより一層こうなんか、クールビューティーに見えるんかな。お姉さん感がね、半端ないです。からのこのパイナップルのね、お洋服もいい感じだし、ちょっとだけ失礼します。こちら。はっ、待って待って。ちゃんとお腹の白いところも確認できちゃいます。あ、ごめんね、ちょっと。これは隠蔽なんですけど。さらにね、見て。尻尾。このなんか四つ股の尻尾がさ、結構しっかりとしてる割に根元が細いので、ちょっと抜けそうで怖いんですけど、フリフリとすることもできちゃいます。あ、よく見たらちょっと頭のトゲトゲもいいな。まるでウニ。ウニって表現が合ってるかはわからんが、すごい。本当にクオリティが高すぎて、びっくりでございます。アイラインとかもさ、綺麗に刺繍されてるしね。鼻のちんまりもね、ボタンみたいになってます。今回の子たち、最高に可愛いぞ。ということで、今までゲットした子たちみんな連れてきます。じゃーん！ちょっとね、あまりにも幸せな空間すぎて、うまく配置できてないかもなんですけど、以前動画でも紹介したフランスワちゃんやハムスケ社長リリアンちゃんを連れてきてみました。やばくない？これ。もう画面に幸せが溢れすぎてる。ゲームの世界から住人さんたちがジムに会いに来てくれたみたいで、もう本当に、本当に幸せ。どうしようみんな。どうしよう。どんな上だとね、バランス崩れちゃうんだけど、でも本当にね、本当にみんな可愛い。一旦ジンム人島に集合してみる。モニカ、ハムスキア並んでもらって、ジンム人島集合。うわぁ、待って。よく見たらジンム人島の住民さん、腕もジンム抱えてる今。ごめんね、みんな。わっちゃわちゃなんですけど、5人も抱えて、ハムスキ、ハムスキ立って。5人もむぎゅっと抱えています。こんな幸せなことがあっていいんだろうか、本当に。うわ、もう本当に幸せすぎる。これでゲームしたい。ちょっと無理だけど、できないけど。これでちょっとゲームとか配信とかやりたいぐらいに、本当に可愛いです。サムネ撮るか。もうダメだ。幸せすぎて、抱えきることができません。じゃじゃーん。今回もカーテンレールの上に乗っけてみました。こちら側には、神武神道の子たちを並べたんですけれど、いや、本当に嬉しい。あつ森から飛び出してきてくれた感じが、本当に嬉しいです。からの、他のカーテンレールの上に、モニカちゃんとハムスキも乗っけてます。モニカちゃんの尻尾がちょっとカーテンレール向きじゃなかったんですけど、少し横にずらさせてもらって、ハムスケと、なんか親子みたいな感じで並んでもらってます。こちらのぬいぐるみは、任天堂のオンラインショップや、結構ビレ版とかの作家屋さんとかでもね、見かけたこともあるので、見かけた方はぜひ手に取ってみてください。もう本当に、予想以上に幸せな空間が広がるので、おすすめでございます。で、ジムはこれからも集まりのグッズ情報などを実写でもお届けしたいと思っているので、チャンネル登録と高評価ボタンのポチリをよろしくお願いします。ということで、ジムでした。バイバーイ。